When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we impart. はい、おはようございます。今日はですね、こちらのキャンプ場に来ております。実は前回と全く同じ大阪府のせっていうところの森のテラスというところでね、またキャンプしてます。なんでかって言ったら他行こうと思ったけど満帆で予約が取れなかった。で急遽、昨日予約したのがこちらになっております。で、今日はねもうスタート、もうオープンした状態でスタートしますわ。で米もちゃんと準備しておりますね。一度確認しておきましょう。はい、気持ちよさそうに使っておりますわ。そしたらこの後は何するんでしょうか。火起こし。そう、その通り火起こしするんですが、今日は火起こしはね、嫁蔵さんがしたいということなんで、初挑戦、火起こし頑張ってみてください。はい。はい、じゃあカメラは交代しようか。そうだね。準備だけしとく、ここだけ。あ、そうだね。うん、じゃあ準備していきます。プロキャンパーがね、いろいろ準備だけはしておきますわ。プロキャンパー、どこにおる。よし、これで行こうか、一旦。はい。よし。で、これグローブつける？つけない？いらない、うん、はい、じゃあこれ渡すね。はい、で、これ僕もらうね、うん、僕もらって行くわよ。はいはい。あらまおい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 大丈夫ですか？意外とむずいやん。簡単に俺いつもやってるやろ。うん、力いるね。力っていうか、なんていうの、コツ、まあ経験。え、つく気あるこの子たち。カシミ。いやだ。もうちょっと気合ってきたか。ボロつかんな。引けてない。こんなにパッチやってんのに。え、ちょっと変わってみてよ。はいはい。最初。ちょっと待ってよ。ここやね。あれ？ついちゃったもん。おかしいな。教えてもらった、うん、蚊取り線香。そうそうそう、視聴者の人にな、うん、なんていうやつだっけな、あの赤のやつな。これ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 、パワー。あ、栄養となってるわ。これいいらしいです、夏にはね。ただこの動画出てる頃はもう8月末やから。あ、そうなんだ、うん、夏終わっちゃうかもしれないけど。よし、火はしばらく置いておこうか、うん、いい感じや。あれ、はい、とまあこのようにね、無事火も起こせました。そして前回の反省を生かしてめちゃくちゃ暑かったということで、こちらファンも用意しました。あー涼しいということなんですが、まあ前回でもねお伝えしたんですけど、ご当地を食べていくということで、今回静岡で、この後お見せしていくんですが、その前にですね、この動画はなんとあの有名なジャクリーさんからの提供で、お送りさせていただいているんですね。でこのね、ジャクリーさんといえばよく僕が使ってるこちらのバッテリーですよね。だからこれは僕自腹で購入してるやつなんですけど、これね実は全く外観は同じものをね、こちらご提供いただきました。まあ一回ちょっと開けていこうか。いや、まあありがたいことにキャンパーとして仕事いただきますよ、本当に。ほら、えい、大きいね、すごい、うん、ワンサイズ大きいな。で、これがもともと俺が持ってたやつで、うん、あんなちっちゃいね、240mAかなんかしかないから、うん、下から2番目か一番下のやつに4つあんねんか、うん、大きさが、バッテリーの、うんうん、でそれで例えばこれやったらちょっとデイキャンパー行けるけど泊まり厳しいかなみたいな、うんうん、バッテリー持たんかなって感じだけど、これやったらもう楽勝で2、3日いけるんちゃうかな。へー、4人家族とかでも。すごいね。これもうね、バッテリーがあと 45% しかないね、うんうん、これ見て45% しかないんですが、我が家はですね、こうやって冷蔵庫もね、実はバッテリーから引っ張ってきてるから、ね、消費するの早いね。だデイキャンプでも 50% ぐらい使うね、これだけで。で今日ファン使うやろ、うん、絶対切れるから、うん、そこでそうなんですよね、こちらジャグリーさんにいただい提供いただいたんですよね、これを使うんですよね。ただ開けたばっかりやから、うん、電池入ってないやん、充電してないから。そんな時はなんだそりゃ。これも提供いただいたんですが、これなんやと思う？なんだろうね。ポータブル充電。
足マットなんで足マットがあんねんこんなとこに。これはソーラーで充電すんの。うん、おお。こうやってすごい。だから今日とかみたいに晴れた日なんかは、へいへいへい、そういうことね。おお、ちょうど日が当たってくれと。こっからね、あそこの太陽がピュンと、すごい。どうしよう、これを見て、今バッテリー何パーある？あ、49%あるわ。ご親切に入れていただいてるんですね。だけどまあこれでね、ちょっと充電していきましょう、どんなんか。そうですね。ちょっと充電されてるかどうか見てみよう。うん。インプットって書いてあるよね。うん。ちょっと待って、これ一回飲むて。うん。お、あ、やっぱ充電されてるわ。すごい。これ入れると、うん、インプットで充電されるね、ほら。太陽光発電？そう。ソーラー充電やから。あ、ほら、すごいすごい。で、ほっとったら、あとは充電されるから、この本体はあんま日向やらんほうがいいやろうから、うん、これだけちょっと日陰にさ、ピューとかで置いといてやね。例えばこれやったら、スマホ充電とかもできるやんか。うん、はいはい。で、車のさ、チャージみたいなのあるやんか。違う。そうそうそう。だから、そうそうそう。あ、スマホ充電ないって言っても、車のやつから引っ張ってきたりしてもいいし。はいはいはい、はい。で、もちろん普通のコンセントもあるし。うんうん。これがな、上から2番目の容量のやつやね。うん、もっと大きいのもあるんだ。もう一個大きいのあるけど、見た目は多分あんま変わらんと思う。あ、すごいね。中身がでかいね。で、これ1台でやっぱ災害の時とか使えるもんね。そうそうそう。はい。ということで、ご提供いただきありがとうございました。何それ。では、キャンプ戻りましょう。もう皮膚規模も使わへんで、これはもうだから皮膚規模とか使わんと、このジャクリの力を使ってこれよ。で、そろそろさ、うん、米炊いていこうか。そうだね。じゃあ米炊きます。米ね、いけたんですけど、ちょっと焦げちゃったかもしれないね。ねえ、ひっくり返します。はい。ほら、ちょっと焦げちゃってるね、これ。熱っ。熱い。あ、気をつけて。では、10分蒸らします。熱い。だ、もう本格的にまたバーベキューを始めよう。はい。よし、じゃあ食材いたします。見てください。この間ね、買ったあのオレンジの福袋のステッカー付けさせていただいております。オレンジの正規品かなと思って全然ちゃうねんけど。あ、卵だ。卵に卵があるよ。野菜ね。野菜ね。野菜はもう出しとこうね。出しとこうね。そして肉ね。うん、ちょっと血がだいぶ出てるから、ちょっと2倍悪いけどね。2倍悪いけどね。そして最後が静岡といえば、そう、じゃじゃん、じゃじゃん、おまじ、じゃーん、うん、やったね。やったね。よし、そしたらちょっとこれギリギリまで冷やすとこうか、こいつは。よし、そしたら焼いていきましょう。はい。私たちの大好きキャベツ、バーベキューのキャベツって美味しいよね。ねえ。ねえ。そうだよね。だからね。ちょっと玉ねぎは端で焼こうね。ねえ。いつも通りのメニューやないかい。ここまではいつも通りやないかい。うわー、美味しそう。よっしゃ、行きます。しまずは表返して、問題はこっからよ、行くよ。あー、ちょっと焦げちゃったね。めっちゃ焦げてる。焦げ焦げ焦げちゃったね、ちょっとびっくりした。ちょっと食べてみないとわからんけどね。はい。あ、お箸出して食べて。お箸そこよ。うん、食べて食べて。やばいやばい。どうでしょう。あ、いただきます。見た目はすごくいいんだけどね。あ、うまっ。よかった。おいしい。オッケーよ。オッケー。うん。では、うなぎを投入していきます。もうこれはね、もともとほぼできてるやつやねんけども、一応最後に温めるっていう作業だけしやなかんねんけども、どうせやったらこの炭で温めようじゃないかということになってるんですよね。これ通す？もういらん？いいね。
そうそうか、まあ、適当に雰囲気だけでも、うん、危ねえ危ねえ落としたら頑張りなさい。おお上手じゃん。あちぃすごい上手だよ。あぽいぽい。ああ調子乗った。でも川にしか立ってない。ただまた同じようになったもん。身に刺さんと川に立ってる。そうか、それと包丁がいるのか。まあ持ちでサクサクやってもいいけどね。まあ、いい感じでしょうか。てかやば、肉たちがもうカリカリ。さっきも見て、これこれ何これ何音はさんやカリカリ。さんの醍醐味がなくなっちゃう。やばい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 。緊急事態や。緊急事態。やばい、ひっついとる。あめっちゃいいところが。包丁でもやったらいい。あやべえやべえやべえ。めちゃくちゃいいやつやのに。いいやつが。涙出てくる。今日は失敗や。やばい、身がボロボロ。友達持ってたらいい。この中に、あっち。これに入れる。ちくしょう。焼けとる。いい音は聞こえるよ。熱い。なにこれ。なんか思ってるのと違う。違う。もう皮全部はめ。皮がバイバイしちゃった。皮。やばい。めっちゃ美味しそうに皮焼けてるやん。誰のためにもならん皮や。まあそんなこと言いながらでもさ、見た目は微妙でも食ったらうまいかもしれない。確かに。教えてよ。まあとりあえずタレかければね、うん、美味しくなるよ。かけるで。うん、半分にしとってね。もう一匹は一応家で食べんねんな、ちゃんと。もうお家で成功したやつ食べよ。はい、これ浜松、浜名湖のうなぎやね。うん。静岡、静岡の。うまい？味は一級品。うまいわ。うまい。どう、お肉、このカリカリ肉、味付けも何もしてないよ。これあの前回の山形牛との振り幅でな。いただきます。すごい綺麗だね。うま。うなぎうま。めちゃくちゃ美味しい。すごいな、片手でカメラ持って片手で食うこと覚えてんな。必死やもんな。食べるのに必死や。お肉も焦げてるよ。うん、もう今日は失敗や。うん、今日ちょっとなんかバタバタしちゃったね。うん、もうだってさ、なんか全部がうまいこといかんかったな。うん、なんか場所取りからもう。うまいか。こういう日もあるよ。そしたらあれしようか。あとはもう、あ、ついにあそこから火が始めた。うなぎが燃えてる。ついにうなぎの油で火がつけた。グッバイ静岡。はい、今回のね、反省点は何？疲れてる？すごい反省してるのかな。反省点はまず、まあ、テント立てへんのはめんどくさいから立てへんかったけど、まあ、ほんま立てやなあかんなって。で、あと火がどんどん来るからさ、今ももうすぐそこまで来てる。ここら辺から全然ね、日陰だったので、どん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 やられたもん。だからテント立てやなあかんなっていうのが一つと、もう一個の反省点は料理関係。今回火が強すぎた。米もそうやし、あと炭、炭ちょっと多く入れすぎだよ。多かったよね、今日やっぱり。もう残りちょっとやったからな。入れたやろ、バーって入れちゃったやな。ほんなやっぱちょっと火力強すぎて焦げたね。で、うなぎ燃え尽きとったやろ。
燃え尽きてる。むしろうなぎの皮から切れてる。うなぎに呪われるであんなことしたらほんまに。まあ皮以外は全部食べさせてもらったけどね。まあなんかね、失敗しすぎたせいかして途中から食欲なくなった。もう暑いのもあるし、もうええわと思って飯食うのもなんか目のつまみだ。まあ食ったけどね。はい、ということでね、まあ、最後は次の次回のルーレットを回して終わりたいなと思います。前回ね、静岡ってこれ出てるんですけど、またこれ真ん中押したら新しい県が出ます。 OK ですか。では次の県どこになるでしょうか。またご当地教えてくださいね皆さん。じゃあ小さいどうしたと、うん、どこだ。大分。唐揚げか。唐揚げ。まあなんかね、またあった教えてください。お肉これ美味しいよとかあった教えてほしいんですけど、まあ実はね、今日もおいおいお前卵どないしてんと、終わろうとしてるけどお前卵どないしてんと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あれ実はね、嫁がうなぎの肝と卵を一緒にしてなんていうやつだったっけ、うまき、うまきを作ってくれるっていう話やったんですが、まあ料理の失敗、そして暑いで、もう火も消しちゃったよって、しれっと持って帰ろうと思っていますのでね、卵料理はなかったという感じになってるんですが、まあ、また一番良かったのはこのね、三角形のラック、これめちゃくちゃ良かったな。こうやって今でも繋いでるけどね、まあ良かったなと思いまして、これまあこの間買ってきましたし、あともちろんジャグリさんもね、ジャグリさんもね、ありがとうございました。はい、ということでまた次回大分の特産品を食べる回でお会いしましょう。だいたい月1回やりますので、また来月になるかな。はい、で近々泊まりも行きたくて、10月ぐらいかな。近々泊まり。9月暑いからまだそう、もうテント立てるのを次頑張ろう。でテント立てたら10月は泊まることをメインで行こう。はい、言うて11月になりますけど、でも今年には泊まりたい1回は。はい、ということでね、まあこんな感じで、まあいつも通りのバーベキュー楽しみましたということで、本日はこれで終わりたいなと思います。ではベース動画でお会いしましょう。ありがとうございました。